どうも、お座敷レーサーチャンネルのキッドです。さあ、じゃあ第2戦目やっていきたいと思います。今回もブランズハッチ、今回みたいな、国際 A クラスのブランズハッチ GP サーキットですね。で、使う車は GTR のスペック V、こいつをちょっとずつチューニングしながら、買っていくというか、進めていこうと思ってます。前回はちょっと加速が悪かったのと、あとサスペンションかな、を変えようかなという話をしたと思うんですが、それをして、どういう話じゃない、動きになるかというのをやっていきたいと思います。フルカスの車保調導入と、トランスミッションですね。これもフルカスをロロロつけて、OK。さあ、で、これでどう動くか、どうやっていきたいと思います。今回もラリーカーがめちゃくちゃいるな。中にちょっと300、GT300 の車もありますが、どうなのかな。楽しみですね。ここはね、第一跳躍すげえ苦手なんですよ、これ。ちょっと慎重に上がって。お、すごい、今回、ちゃんとあれだね。前回確か、前回というか前作は、なんだろう、芝生のあれが飛ばなかった気がしたんだけど、そこら辺も再現されてるんだな。危ない。さあ、ここで、おい、痛い。いった。おお、レグテル、レグテル。1周目はね、こんな感じでいいかなとね。さあ、スプーン S に、頑張ってるなぁ。1周で9位とかどっか8位まで上がりたいな。ごぼう抜き。お、これはオートバックの MRS さんじゃないかな。あれ、向きが変わんない。 OK。 あー、危ない。ないのこっちは。 OK。 よし、順調順調。おー、いいなー。そこは踏んでいきたいな、遠赤を。積極的に。なんとかなりそうだな、ほんとに。危ない。 OK。 いい感じですね。8位。よし。予定通りですね。この一発目どうやって。ちょっと難しいんだよね。すげえ進入が難しいな、あそこ。スピードが上がってる分、やっぱりどうしても、ね、ブレーキングがシビアになってくるから。立ち上がりもね、あんまりアンダー出さないように、なるべくフォアがあるときこそ、何でしょうか、優しく踏むような感じで操作すればいいのかなと思います。ラフに扱うとやっぱピーキーだから、姿勢をすぐ乱しちゃいますね。ピーキーできないからね、そういう理由だけで。前2台バトルしてんなぁ。さあ、どっちだ。やっぱインガー優勢だね。ちょっと上りで負けちゃうぞ。遠赤に助けられる。危ない、助けてもらった。危ない、危ない。離れるな、危ない。セーフ。危な。二足攻撃が通用しない。トップ早っ。こんなとこ走ってる。やべ、負けるな。見て、コーナーで負けるぞ。やばいな。おお、いい、次、いい、次。そこは遠赤踏んでも大丈夫そうだな。きつ。もうちょっと踏める車にしたいな。なんだ。やばい。やばい、やばい。
抜けないぞ。アンダー強い。なんでなんでなんで。あれマジか。ちょっと待って、全然話にならないな。直線嘘だろ。全然全然追いつかないじゃないか。やばいな、追いつかねえぞ。きつい。今真剣じゃないですね。あアンダー強いんだよ、アンダー強いんだよ。もうちょっと強くしたいな、ブレーキ。止まんないな。突っ込みすぎちゃうと当然だけど。なんだなんだ、なんだなんだなんだ、どうしたの、どういうことだ。どっちかっていうと後続車のスピードが上がって先頭が遅くなったんだ。遅くが追いつきたい、追いついてたんだな。すげえ速かったもんね、なんか3周目びっくりするぐらい速かったよ今。多分こいつら今一番のファストスラップやったんやろかな。やばいな、立ち上がりで、立ち上がりで、ね、並ばないな。やっぱオッケー、やっとパスしたこいつを。お、なんだかんだでも前この2台だけだな。こいつのペース上がったのかな。ちょっとめっちゃ後ろこづいてた。あらららららら、どうする。こっちか、並んで入るか。おへい、マナーよかったぞ。おっしゃ、せーの、逃げる、とは逃げるだけ。向きをね、ちゃんと変えてあげたらハンドルってそんな切らなくていいんですよね。それはいつもできればいいんだけど、なかなか難しいですね。よっしゃ、逃げよう、逃げる逃げる。パソコンやった。パソコンじゃない加速がね、やっぱもたつきますね。もたつくというか伸びてこないな。コメントでね、最高速で上がったギア比をもうちょっと数値を大きく、だからワイド指にまでまたクロス指にしたらどうでしょうかというふうに書いたんで、ちょっと次どこかちょっと分かんないんですけど、次の戦いはそこでそれをちょっと調整していこうかな。コースにもよるからね。でもこっちも結構ストレートが続くんだけど、これじゃちょっとワイドすぎるから、数値いじるよりかは最高速をちょっと340キロだったんだね、確か320とかそこら辺にしようかな。300キロまで伸びてこないもんね。そこまで伸びてこないから、来たな。320ぐらいでちょっとやって、まあ、どういう感じになるかですね。OK、これうまい、うまいけど迫ってきてるのあんまり差が開いてないですよ。これ何だ、これ逃げるか、逃げれるか。さっきすげえ迫ってきたな、やっぱあそこ苦手だから、苦手なところやっぱ追いついてくるな。ああなんかすごいパッシングしてるように見えるんだけど、気のせいかな。あっ無駄、よし OK というわけで、ブランザーチ無事クリアしました。ちょっとね、ああよかったよかった。このリプレイ消したいんだよね。なんかないのかな、これを消す方法が。さあいかがだったでしょうか。今回はブランズハッチ、なんだっけ、 GP サーキットをやっていきましたが、まあこんな風にしてちょっと GTR をちょこちょこ改造しながら、このリアルサーキットツアーズをクリアしていこうと思います。
でね、こうした方がいいですよっていうコメントは随時募集中なんで、どんどん、コメントの欄に書いてください。それでは皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ次回もご覧ください。それでは良い GT ライフを。